先頭はかかっています。14番カルロス・サガチャ、その後は少し森下を離れて内から絞った9番、よしこれが3着、6番のマンドアはわずかに及ばずの4着、11番のマイルサーバスに今日の間差がなく5着、その後3番のフェル、はい、もう無理だね、もう動画があれだけど一応止まってる、でも一応撮ってるから窓で すぐ配信しますわ。はい、はい、あ、一緒です。もうこれあのやったらこれコメント全部消えちゃうんです。もうこのままでいきます。私は。後で見てください。東京11です。もうあの止まってんのよ。音声もないじゃん。こっちは。あ、ほんま。それ。それでいいのか。番人気番、うん、どれ？1番14番 124.6 倍、また1番14番3924.6倍、3番14番9番、1番3200.14.5倍です。SPWH の33 N の34 34 N の、ね、パスワード、1929 4 FF 大文字、はい、あ、小文字です、小文字です、アメリカ生まれのジャンナールは父キトゥンズジョイ、母リーズという5歳の、とりあえず、はい、買いました。買った、もう、なるほど。俺はリアメディアで軸一頭で流して、どうしたの、2100円で全部で2800円、すごい、よし、入力終了。ちょっと2100円、お2800円、見えへんな、2800円、ね、投票、よし、買いました、あったんかい、買いとくわ、14番の副賞、これはあのあれですよ、一緒ですね、副賞でワイド流しで、これもリアメディア固定で、5 1 5 9 10 14 17で三連複、ここも2番軸の1 5 9 10 13 14 17、これよし、よし、私これです、こんな状態です、週刊誌を見ながら配信です、そうです、前回ちょっとね立派に映りましたから、これ買いました、ん、はい、よし、馬タン、はい、馬タン13、まあ、言ったらあいつだ、デアリングタクト軸の1245マルチ、マルチ何これマルチで、多分わかんないですけど、多分、うん、これが逆になっても大丈夫、なるほどなるほど、マルチね、両方とも13で絶対に入らないから、3連複は1342
1213だから2513ってことはデアリングタクト軸で、はい、そうです。なるほど、はい、あいよいよ何がしたいって言いました。しょんべんしたい。あ、またぐるぐるなってます。まあまあまあ、なんぞなんぞな、もう何やっても無理だな。北斗ベガ、昔のやつだよ、昔の部屋。北斗ベガめっちゃ感動しました。当たるかな。いや、もう買うだけ買ったからな。買いました。あとはもう待つだけです。酒飲んで、うわっ、うわこれこれや、これで、もうちょっとこれだから、もう YouTube が止まってるから、せめてこれか、もう今からか、これか、来い、こうしとこう。お、急に何しとる、大丈夫、もう来た、よしよしよし、しましょう、来た、来いよ。はい、使いましょう、もう言えば十数でねえんだ、デムロデムロ言うてる、デムロはね、10番、9番がうめえだもんな。こんなに枠出したの、うん、あ、これ、あ、そうだよ、ありがとうございます。うわ、ちょっと緊張、観客はもう入れてるんです。あ、違いますよ、向こう側に行ったらお客さんが普通にいるだけです。あ、ガンビ、あ、これね、競馬場ね。いや、なんか映りましたね。うん、なんか金払ってんじゃん。うわうわ、すげえ、キラキラミュージック、ありがとうございます。うん、こういうの聞くとなんかあれですよね、デムロの方がいいとか言われたら、こっちとしてはなんかよくわかんないから揺らぎますよね。まあ一応こうてるだろうね、もうね、でも 10はな、お90、あ、来た、あ、来た、出た、お、3番は先行していくと思います。わあ、やばい、むちゃくちゃおしっこしたい。酒なんか飲もうちゃうのこれ。さあどうなんだろう。宮野桜前の方につけてた、一発あると思うんですけどね。お、あ、いいと思います。宮野桜、宮野桜いいんちゃう、入れてるで、はい、とりあえずあの副賞の14番のオーマイダーリン頑張ってる。オーマイダーリン、お、1、2いいと思います。でもこれ、あ、でもいいんですよ、デアリングタクトが、うん、あ、でも今のところ 3、4、17は俺一応抑えてるけど、うん、だから17、でもこいつは7、先行な、ですね、その一番先頭にいる馬は、うん、元々その先頭の馬なんで、ああ、じゃあこいつがレースを作ってます。なんか馬場状態そんな良くなかったりしたら、基本なんか握ったりするんですよ。おうおうおう、でもなんかちょっと良くなってるから、これはもうそろそろですね、もう最終、もう最終コーナー、早いな、もう終わり、お、出てこないじゃん、デアリングタクト、出てくれる、もうすぐですね、決まります、これ、いける、マルタイズルート、まあ残るかな、取れる、お、あ、来た来た来た、おお、来た、おお、おお、え、マジックキャッスル、マジックキャッスル、はい、こうでへんがな、い
全然ちゃうやん。マジ買ってなかったですか。13買ってないよ。あ、13 ほらデアリングダクトやろ。え、13でしょ。え、13が1買ったんですか。え、じゃあ、言うマジックキャッスル。マジックキャッスル言ってたやん。言ってましたよね。あ、よかった。え、あ、やった。じゃあ13と3、あ、12が来たんや。あ、12は買ってないんです。私デアリングタクトが来て、それは来たんや、やっぱ。ほんで12で12買うてへん。ほんで次どれや。わあ、すごい。でもデアリングタクト買った。すごいな。すごい三冠ですよ、これ。おー、すごい。でもう全然見えてなかったんですけど、何があったんですか最後。どっちやこれ。うわ、これ3着わからんな、これ。8番16番。どっちしても出へんの。あー、何買ったんやろ。全然こうやん、リアメリア。どこにおったんや、リアメリア。リアメリア。おい。めっちゃいい馬やと思ったのに。あと、13は買ってたんですけど、12ですもんね、次が。12。ダメです。13は買って、13って買ってたのに、12は買ってなかったです。ええー、ですよね、競馬って当たらないですよね。すごい。でも歴史的瞬間ですよね、これ。うわ、すごい。うわ、結局勝つんや。すごいな。すごいな。でも最後ちょっとどうなったか、マジックキャッスルとか言われたから。もうないな、マジック。どことか思っちゃって、どこって思って。すごいな。すげえ。松山さんって人は、うん、一番若いらしいですよ。あ、そうなん。平成のなんか知らん。平成生まれなんや。平成生まれ。わあ。めっちゃ馬。さすが勝った馬の鼻のでかいな。そうですね。平成の。うん。13、12。だから13、12ってことは。12番って何。12番があるやん。同じ枠、同じ枠やんじゃん。でもそんなに人気なかったですよね。まあまあ作らせて。ちょっと待って、今これちょっと調べます。わあ、すごい。10番人気の馬なんだ。10番人気ですか。すごい、これはすごい。やっぱこのまま次が8か16。ちょっとこれでもあれちゃう、だいぶつくんちゃう。3連覇なあ、その他があれやから、うん、今なんのあの人は今ですけど、3連覇で8万リアメディアどこにおってやるんだよ。マジックキャッスル、うわすごいな。マジックキャッスル俺も次からマジックキャッスルだけ買おういいと思います。それね、いいと思います。だってね、人気なかったのに来れたことは強いってことですもんね。すごいなぁ。すごい。やっぱすごい。3連続で15やったら1400倍。15だったら12でも400倍。9000、10、8、441倍。はい。ちょっと待って、5万弱です。うわぁ、13、12、8と16でもどっちでも4万400倍がつきます。ほんまにちゃんとそのしたよかった。でもワイドで12、16でも1万円つきます。すごい。ちゃんとしたかったな。次もね、ちゃんと勉強してるんで。私勉強してもダメだった。いやいやいや、これもう勉強したから。これもうダメだよ。
だからあなたの言うてたデアリングタクトを外しちゃダメだよっていう。そうです、デアリングタクト今度制限付きでもあるし、すごいな松山騎手の10、13でえもう一回レースちゃんと見たいんですけど、私なんかもうパニックやったんですけど、ね、マジックチャスとオーマイダーリン、え、オーマイダーリン来てた、オーマイダーリンが来てたの、オーマイダーリン来てた、ちゃうやん、16全然ちゃうで、あ、今度買うの、オーマイ、あ、なるほど、今度買うのか、とりあえず俊敏でよし、あ、スタートからもう一度、うん、スタートからもう一度、うん、あ、もう全然あれちゃう、あ、でも2はもう全然何もしてなかったじゃん、アメリア、リアメリア、走ってたか、走ってなかったんじゃないか、走ってたやろ、私走ってなかったんじゃないですか、私も信用してました、なんか。でももうこれデアリングタクトをちょっと今後マジルンバの馬だって全然見てないそうやな、あれ気になる言うてたやん、あのフォーピープルかなんか、どこ行ったんですかね、最後知らんどっか行っちゃった愛ちゃんディスリオいや、愛ちゃんディスリオが思うのにね、クザルちゃんの13番、あ、今あそこいました、外側にいる馬が、ね、なるほどなるほど、デアリングタクト、うん、そうですね、うん、生配信の振るわなさ、ほんま、まるでまわ一番後ろだったソフトフリートですね。ここからどうやってデアリングタクトが上がっていたかもしれない。もう上がったもんな。もう怖かったです。もう気づいたらなんか、うん、ここで上がっていたじゃん。マジックキャッスラーとか言われてたから、うん、あ、もうデアリングタクト負けたんやと思っちゃいました。てかもうアナウンスの人もデアリングタクト、デアリングタクトって言ってくるよな。ねえ。ここから。ここから、あ、どっから、どっから出てくるんだ、オレンジの帽子ですね、オレンジの帽子が、あ、もう先頭やったん、この時にはカーブ、あ、ほんまやな、でもそこよく12番がついていったって感じですね、もうすごい、これで8番と、うわ、3着今、金さんがどれも高級11番人気、10番人気だってさ、うわ、あ、8だったんだ、8やったんだ、なんかこの8の馬はなんかバーバー状態がいいと空気がいいから、4倍とパフォーマンスが落ちるみたいな、179、3連覆で179、17,900、うわ3連覆で、これは結構3連覆で1着、うわ、そうか、すごい、ワイドで12、13、8、どこも書いてんの、うわー、8と12で9,300、うわー、マジックキャッスルか、ソフトフルートな、はい、変な名前やな思とってん、うわ、もうそうか、よし8番順、もうだからもうだってこれは誰も予想してないな、この2着3着は、だから何が来るか分かんない、リアメリアとか言うてた俺もう、いやでもリアメリアもなんかだってどこにおったんやん、いや多分もうもう途中で諦めました、くそー5着にミスニューヨーク来てます、5着なんか全然来てない馬が来てますね、すごい、どこで見てるんですか、これなんか今5着まで見てて、うん、あ、パラス、パラスアテナも頑張っとったよ、そう、うわー、でもこれ外枠が強かったってことですね、なるほどな、外
ト側がやっぱなんか、そうですね、なるほど。ってなわけでございまして、森田信義、ダービーアワー秋華賞以上でございます。あ、じゃあまあ、なんか、ふざちゃん、最後なんか、あ、これ動画です、動画です、次に繋げるように、次はね、菊花賞ですから、あ、コントレール走るの、じゃあ次、菊花賞でまたお会いしましょう。え、菊花賞やります、菊花賞も、やるな、やります、やりたいです、目ギラギラしてる、目ギラギラしてるやん、よし、じゃあ菊花賞でお会いしましょう。以上でございます、どうもありがとうございました。次は頑張ると、東京11Sもできています。よくわかんないのがちょっと。